はい、マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、ゼルダの伝説パート16やっていきたいと思います。まだ1から15見たことがないよっていう方はね、ぜひ動画概要欄の再生リストからチェックしてみてください。はい、ということでね、やっていきましょう。で、今僕はどこにいるのかと言いますと、じゃん、こちら地図上で言うと右上のね、オルディン地方っていうところの、まあ、山の前の山麓の馬宿っていうところにいますね。前回終わったのが、このオルディンの塔っていうところなんですけど、こっからね、一旦ね、馬宿に戻ってきました。で、ここからね、今日何をしていくのかと言いますと、僕ね、今、メインチャレンジ、4体の神獣を解放せよっていうのに挑戦していて、ゴロン族だと思うんですけど、はい、このね、神獣を解放するために、この地に来てます。で、まあ、こっからね、左上のね、この辺りに行くと、4体の神獣を解放せよの、チャレンジに挑戦できるところがあるので、なんとかね、ここまで向かいたいなっていう、そういう場面です。はい。でね、ちょっとね、動画外で色々やりました。前回ね、完全にすっ飛ばしてしまった、この馬宿で色々お話聞いたりとか、あとですね、はい。結構やっちゃったんですよ。結構っていうか、はい。武器っていうか、防具を、ちょっとね、強化したりとか、あと、料理をね、したりとか、さらにですね、これ、ビタロックですね。ビタロックも、ビタロックプラスっていうのにしました。これで、多分ね、モンスターも、ピタって止めることができるのかもしれない。うん。っていうものです。まあね、かかりこ村じゃないな、果ての村でまた強化できるんですけど、はい。強化しちゃいました。でですね、これから、カスケードとともに、真珠を解放しに向かいたいんですけど、ここでですね、馬宿でいろいろ情報をね、収集してたんですよ。そしたらですね、このケイトさんっていう方が、ゴロンシティに向かうのっていうことでね、聞いてきてくださいまして、そうですって答えたんですよ。そしたらですね、その格好でゴロンシティに行くつもりっていうことで、なんかね、この格好じゃ厳しいらしい。これだから素人はってね、言ってますけど、あそこは絶壁も多いし、2合目からは体が燃えちゃうくらい熱いのよっていうので、まあ、料理しなきゃいけないのかなと思ったら、多分ね、料理ではなく、このね、燃えず薬を使えば熱さはしのげるし、よかったら売ってあげようかってことで、この人ね、スーパーいい人です、ケイトさん。やばい。うん。すごいいい人。うん。で、ケイトさんから、この燃えず薬っていうのを買いたいと思います。で、燃えず薬ですね。で、これだけで心配だから、はい、もう2つぐらい買いたいんだよね。結構心配性のタイプです。はい。で、燃えず薬大量にゲットしたんで、これで、ゴロンシティに、はい、カスケードと共に向かっていきたいと思います。レッツゴー。まあ、これ以外にもね、なんだったっけ、いろいろミニチャレンジとかね、いろいろこう、受注みたいのはあったんですけど、あとね、ここでね、祠を感知してるんですよ。で、どっかわかんないんだよね。あー、ごめん。祠。これ、なんて書いてあるんだろう。ちょっと一応読みましょうか。デスマウンテン、登山口だって。で、祠がさ、どこなんだと思います皆さん。全然ね、わかんないんですよね。祠ないかなぁ。あー、ごめんよ。はい、デスマウンテン登山口。コツコツ行こうね、カスケートくん。あ、ごめんよ、驚かして。で、山の上なんですよね。で、一応さ、こう、ないかな、祠って。こう、見ながら行くんですけど。これ、ムシムシ。ないかな。どっかにありそうな感じするけどね。あー、カスケードごめんね。はい。で、前回ね、ここの先に、ほら、あそこにね、ガーディアンがいるんですけど、ちょっとね、そろそろね、なんかね、もうガーディアンちょっとね、イラつく。あんな偉そうにしやがってと。うん。思って、ちょっとね、今回、ごめんね、鳥さん。上鶏肉欲しかったんだよ。ちょっと、ムカつくんで、倒しにかかってみたいと思います。で、どうやって倒すかっていうと、
このね、防具で弾くビームを。あーダメだ、失敗しましたね。防具でうまくやると弾けるらしいんですよ。来い来い、ほらほら来たでしょ、来たでしょ。これガードジャスト、ほい来た。はい、もうちょいもうちょい、はい来た。はい、ガーディン弱い、もうガーディン弱い。そう、だいぶ戦いもやっぱ慣れてきたんで、こういうことも一応できるようになりました。もうね、ガーディアンなんて怖くねえぞっつって。ただこの全然関係ないんですけど、この上が若干気になるから、ちょっと登ってみましょうか。これなんだろうね、すごい、なんですかねこれね。こっちの方向だと思うんですけど、ほら、どこにあるんだ、一番てっぺんかな、この。よし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 、登れ登れ。どこにあるかな、なんかこうさ、ピコって鳴ってるとさ、これ探したくなっちゃうんですよね、どうしてもね。よし、てっぺんまで来たけど、ちょ、ほこら探してみましょうか。ないよね。こっちにも見当たらないし、こっちもちょっと捜索してみるけど、特にないんですよね。どっかにあるのかな。ちょっと飛んで一瞬、こっち側っぽいんですよ。あ、違うか、どっちだ、こっち違うな、こっち、ここらへん、ここらへんにあるっぽいんですけど、わかんない。これ、落ちたらやばいかな。ちょっと落ちてみましょうか、一回。この辺りとか？これ、焼けちゃう？あ、大丈夫です。普通に。あ、回復した。おお！温泉？すげえ！え、ここすごいじゃん。登ってみたけど、めっちゃ敵に気づかれた。お！やったー！結構時間実はかかったけど、あった祠発見しましたー！やったー、まさかこんなところにあるとは。はい、ということで今日1個目の祠ですね。はい、じゃあ頑張ってやっていきましょう。はい、炎の力っていうねところです。どういうことなんだろう、炎をなんか使ってこうやっていくのかな、どういうことだ。あ、そういうことね、わかりましたよ。これここさ、炎で、こう燃やして、で、その上昇気流でなんとかいけってことだよね、多分ね。これで爆破したらさ、あれ飛ぶのかな、どっかに。あ、そういうわけじゃない。マグネキャッチもできないし、ピタロック？ピタロックで、違うか。これでいいのかな？これで、ぴょんって飛んで、炎で燃えるっていう。よし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 。いいね、いいね、いいね、いいね。よし、次なる道が現れたよ。またか。よし。ビッグブーメランが壊れそうだって。よし、はい、まあこいつはもう弱いですね。はい、ちなみにこの部分には何もない。そして次ですね、次はどうしようかな。面倒なんで
ちょ、わかんないんで炎の矢使っちゃってもういっちゃいましょう。はい、この方が楽。よし、進んで。わ、すごいよ。なんかすごい燃やすところがいっぱいある。まあ、宝箱は普通に取れちゃいましたね。取れちゃいました。騎士の弓ということで、やっぱあれかな、普通に炎の弓でやれってことなのかな。えい。まあ、これだったら楽ですよね。本当はどうやるんだろう、わかんないっすね。まあ、これで燃えてボタンを押せてっていうことなんだと思うんですけど、本当は多分これ使うんですよね。どうやってこれ燃やすんだろうな。はい、ということでね、まあ正規の生き方じゃないかもしれないですけど、もうクリアしちゃいました。まあいいよね。はい、克服の証ゲット。はい、ということで克服の証ゲットできたんで、先に進んでいきましょう。どっちに行けばいいんだろう、こっから。あ、まあ今の道で合ってますね。こっから上に行く。看板がありますね、これ。いけんのかな、馬も。よし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 。あ、いけそういけそう。カスケードもいけますね。おっと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 。デスマウンテン2号目、この先ゴロンシティだって。ここから高温レベル、ゴロン族以外は火傷に注意だって。あ、でもちょっとこっからはいけなそうだね。うん、馬、カスケードは。じゃあちょっとここでまたお留守番してもらって、やばい、高温で食らうっていうことなんで、ここでようやくさっきゲットした燃えず薬ね、これ飲みつついきましょう。っていうかすげえよ、マグマがやばいな。ドロドロ。またガーディアンだ。ガーディアン倒すか。待った。装備装備装備。よし、オッケー。もう一丁。オッケー。ラスト。オッケー。なんかいつの間にかすごい強い存在じゃなくなっていきましたね。はい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 。ゲットゲット。騎士の槍だって、これいいな、欲しいな。ちょっともうね、あの木の枝とかいらないから。よし、これで進んでいきましょう。あ、まああっちのね、タワーから行けば、塔から行けば、まあ早かったっちゃ早かったのかもしれないですけど、いろいろね、やっぱり見ながら行きたいですからね。はっ、キュー。ちょっとあの上気になるから、あの上もきつつ行こう。なんかすごい冒険しつつ僕行ってますね。あれ？また祠感知しちゃった。すーごい。祠だらけ。うん、この上は特になし。祠？特にないっすよね。まあなんか本当あんのかな、ちょっとわかんないんで先進んじゃいましょう。レッツゴー。なに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 、あぶれ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 、なんだお前は、なんだお前は、あぶね。あ、うわー、ひど。これさ、勝手にさ、木の矢が炎の矢になるし、ここ燃えるから。まあ、あんまりね、いちいちやなくていいや。はい、まあ、さらっとスルーして進んじゃいましょうか。なんか皆さんのコメントだと、確かあいつに錆びたやつをこう吸わせるといいよみたいなね、そういうのはね、なんか聞きましたね。よし、
すげえ、あそこのマグマのさ、壁結構大きい壁ですよ、ここ。え？おお、なんかボスみたいなの出てきた。一応倒しときますか。よし、なんか倒さなくてもいいかもしれないけど、なん、多分氷の矢でしょ、こういうやつってね。よっ、よし、転がるやつにして、よっ、コロコローっといったところでバーン。あれ、えい、あ、やっぱり冷えるね。よし、石投げてくるんかい。あ、そっか、弓が壊れちゃったんだ。ちょっと騎士の矢見つかっちゃうか。うわ、強え、強えじゃん普通に。なんか今までさ、こういう系の敵と戦ったことなかったから。あそこに当てりゃいいんだな。よし、オッケー、よし、オッケー、どうしようかな。オッケー、凍らしちゃって、うん、もったいない。爆弾じゃい、逃げろー、爆弾じゃい、逃げろ逃げろー。そういえばさ、あれ使ってみよっか、ピタロック。お、止まった止まった。あ、すごい、一瞬マジで止まるね。は、初めてこう使えた。よし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 、走れ走れー。めっちゃ食らった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 。やっぱ凍らして戦うのが正解ですね。やばい、やめよう。おーっと、結構食らってきたぞ。55おにぎり、あ、やばい、移動力アップになっちゃった。弓矢で、もう木の弓でいいか。いいやいやー、オッケー、逃げろー。よし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 、いけ、あと一発、あと一発来い。あー、外した。えい、危ない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 、あと一発。よっしゃー、倒したー。いやー、倒したけどめっちゃいろいろ消費したわ。もったいな、かなり消費しましたね。よし、お、なんか見えた。はい、ということで倒して登ってきたらなんかつきましたね。ここなんだろうな。デスマウンテン3号目南採掘場だって。あ、なんかいる、なんかいる。あ、逃げられた。南採掘場、いい、やったぞー。あ、人がいるね、なんかね。お、いないかなーって。あ、あなたちょうどいいところに。私、ゴロンシティからの帰りなんですが、土産を買うのを忘れてしまいまして、デスマウンテンに生息している火消しトカゲを捕まえて帰ろうと思ったんですが、すばしっこくて。あなたは火消しトカゲを捕まえたら私に譲っていただけませんか。10匹捕まえてきてくれたら私が持ってる大火の防具を差し上げますよ。これやるしかないでしょ。トカゲってさっきいたやつだよな、多分。こういうところがいないのかな。あ、やっぱいんね。
今何体だこれで。3体あと7体。よし。こう、こそこそこそって言って、火消しトカゲ捕まえるんすよ。で、こういう下ね。やっぱいますね。あ、あそこにいる。あそこに3匹もいる。よし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 、こそこそ行こう。逃げるなよ。逃げるなよ。こそこそ行ってんだから逃げるなよ。よっしゃ。余裕じゃん、10匹。あの下にも、あ。この下は？よし。あそこにいる。火消しトカゲチュワーン。よし。これで？あ、10匹。もういけた。やったー。一瞬で10匹捕まえられた。はい、大化の防具を差し上げます。だってやったぜ、大化の石の鎧。あ、この兜は譲れないですよ。だってへえー、やったー。早速装備しましょうか。ちょ、弱いけど炎、あ、強いか。いや、そんなことないわ。これで炎ガードがなくても大丈夫になりましたね。ガハハゴロウ、俺の幸せは組長の幸せ、ひいてはゴロンシティの幸せゴロウ。鉱石を掘って掘って売りまくるゴロウ。おっと、あんたにも関係なかったゴロウ。あなたは？俺は採掘会社ゴロン組班長のドリルドゴロウ。ゴロンシティ組長の指示によりここで採掘をしてるゴロウ。さあ今日も掘って掘って掘りまくるゴロウ。他にもあるゴロウ。ゴロンシティって？ゴロンシティとは俺たちゴロンの町。行きたきゃこの道をまっすぐゴロ。ハイリア人ならやけどに気をつけるゴロだそうです。他にもあるゴロ。さよならゴロ。行きましょう。この方たち特になさそうだな。あ、ここ上行けそうじゃない。ちょっとあえてもう鉱石、動画のテンポ悪くなるんで、スルーしていきますね今だけ。ヒュー、すごい夜光石いっぱいあるな。ここ登ってみよっか、このまま。ほい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 、登れ登れ。なんかあるかな。ジャンプ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 、よしよよしよ、ジャンプジャンプ、オッケー。てっぺんまで来たけど特に何もないっすね。あ、あそこおかしい。あそこおかしいよね。あの色。一箇所だけ違うよね、ここ。あ、あっちにもある。一箇所だけ違うところ。よーし。宝箱かな？なんか。よしよしよし。あ、宝箱だ。やったゲットー。銀ルピーゲット。じゃあ次はどうしよっかな。こっちにもあったんですよね。ほらほらほら、こっちもまた宝箱かな。ぴょんぴょんと宝箱発見。岩砕き杖で敵のアジトなんですが、どうしよっかな。ちょっと見てみましょうか。あ、宝箱だけ取っちゃうで。これ取れそうじゃない。こそこそっていけばさ、寝てるし。イエーイ、トパーズ。さらに、お、騎士の盾強い。さらに石打ち、これはあんま強くないからいいや。バイバーイ、宝物だけゲッチュー。シュー、進んじゃいましょう。
ということで、よーし、こっから先はこれなんだろうな、この後は。やばい、うおー、怖い、やば、何この噴火祭り、ここだけじゃん、大丈夫なの、危な、そういうこと、ちょっとずつ休憩しながら行かなきゃいけないってことね、危な。ただそろそろゴロンシティに近づいてきたんじゃない。あ、これはね、多分ね、ゴロンシティの祠、え、なんだなんだ、お、もしやあれが神獣かな。うわ、やばい、久々のムービーだ。なんだこれ、カメレオン的な感じ。危な、ちょっとヤバそうなやつですね、ゴロンシティ。はい、ということでね、まあゴロンシティにも無事これ着いたんじゃないっすか。イエーイ、ゴロンシティだぜー。まあ話しかけなくていいや。すげえ、すげえ、全然今までと雰囲気が違う。ようこそデスマウンテン5号目ゴロンシティへ。民の人ごろだったらいいところを紹介するごろ、ついてくるごろ、こっちごろ。おお、ゴロゴロゴロ、わ、そういうことなんだ、ゴロ、なになになに、ここ、何、いらっしゃいゴロ。あ、買いに来た防具屋さんだって。そんな場所はそもそもゴロン族以外立ち入り禁止だけどね。おお、ゴロンシティより熱い場所に行くのはやめた方がいいゴロだって。ダメだ、なんでだろう。じゃあとりあえず誰かなんか偉そうな人に、お宿はこちらっていう、お宿はいいとして、あっちはなんだろう、すごいすごい、ここは何でもあるごろって。おう、あ、まあ売りに来たんじゃなくて、結構いろいろアイテムあるね。炎の矢、岩塩と氷の矢、ゴロンの香辛粉っていうの、きび砂糖だって。ケーキとか作れんのかな。いや、いいねいいねいいね。あ、なんかちょっと偉そうな人発見。畜生、ルーダニアの野郎、どうしたの。最近ルーダニアが暴れだしたせいでデスマウンテンの噴火が激しくてな。ルーダニアってのはあそこにいるやつだぜ。100年前は俺たちの守り神だったらしいがよ、あいつのせいで採掘はできねえわ、客足は減るわで困ってんでい。毎度毎度大砲で囲え酔っ払ってんだが、また出てきやがった。うっ、あー、ちちち、大丈夫、ちょっと腰痛がな。っていうか誰、食べのものです。そうか、わざわざ俺に挨拶に来たってわけだな。俺の名はブルドー、ナックも食べられるゴロン組組長ブルドーとは俺のことよ。これからまたルーダニを追っ払うんだが腰が痛くてな。しかしユンボーの野郎、早く戻らねえか。ユンボーって、ユンボーってのはいつも俺とルーダニを追っ払ってる若いやつだ。北の廃校に腰の痛み止めを取りに行ってくれたんだがまだ帰らねえ。やろう、どこをぶらついてんだなあ、あんた。もしユンボーを見かけたら俺が探してたって伝えてくれや。すまんが頼んだぜ。ああ、大丈夫か。あい、ちちちちちちち、よーし、ユンボー見つけに行くぜ。ユンボー、ユンボー、ユンボー、すげえな、ここ。あ、
祠発見しましたね。じゃあどうしよっかな。まずここクリアしちゃいますか。うん、いつでも戻ってこれるように。今日2つ目の祠ですね、これでね。よーし、行くぜ。はい、揺れる炎っていうね、試練です。次、揺れる炎ってどういうこっちゃって感じですけど、まあそこを燃やしてこう行かなきゃいけないんですね。で、炎の矢がないとダメなのかな、ここ。もしかして炎の矢あったっけ。あ、あった。これでいいのかな。で、これで燃えて、炎の矢がないとダメなところってなんか辛いっすね。買ってこなきゃいけないってことですもんね。で、まあこっちも、これなんだ、普通に宝箱じゃん。あ、岩砕き、これもうあるんだよな。あるから、まあ交換しときましょうか。イエイ、ゲット。もったいないけどね。で、次がこれなんだろう。これ違う。あ、止めることはできる。アイスメーカーも違う。あ、敵かい。ちょ待って。よいしょ。あ、クラウンか。あいつら貫通しないんだ。危ねえ。よし。来いや。ダメだ、難しいな。でっかいやつよりタイミング取りづらい。あ、宝箱ゲットー。ルビー一発。古代のネジをゲットして、まあ上にとりあえず行きましょうか。で、次がここを開けなきゃいけないみたいなんですが、ここに入るためにはどうしたらいいのかってことですよね。で、ここでボタンを押してなきゃいけないんですけど、ボタンを押しとくための、まあ矢ですかね、ここは。これ燃やして、で、多分ゴロゴロゴロって流れて、これで、はい、コロコロと回って、さらに道が開くと。普通にここはあれだったんですね。あ、よかったんだ。小さな鍵でこれであそこに入ることができると。結構単純な炎のね、野菜持ってれば特に難しいことはそんなないところですね。よっしゃ。揺れる炎で思ったんですけど、これさ、火打ち石で攻撃すればちょっと食らっちゃいますけど、燃やせますよね。うん、これの方が効率いいかもしれない。よし、で、これでクリアかな。はい、ということで、なんとかクリアー。いいペースでね、こう祠の方はクリアできてるかなと思います。これで6つですね。よし、ではここをクリアしたんで、では有望でしたっけ、探していきましょう。有望。多分ね、こっちの先にいるっぽいんですけどね。北の廃校ってことで、あ、いたこの人かな。ドリンちゃん、今日は人の出入りが多い。この先はもっともっと暑いし、魔物もたくさん出る棒から危険だよ。有望知らない。
同時で見ず知らずの人がユンボーのこと知ってる頃、組長が探してた。え、組長？それならユンボーの居場所を教えてないとね。おう。ユンボーなら痛み止めを取りに行くって言って、あの頑固の方に行ったけど、そういえばまだ戻ってこない頃ね。ここ危ないから探しに行くのはやめといた方がいいと思うよ。まだ用ある？ここって？ああ。北の愛好って言って昔は土管とか役で、葉っぱしてがっつり鉱石ゲットだぜの掛け声で有名な採掘場だった頃よ。でも真珠バルンダニアが現れてから溶岩で増えて熱くなるわ、魔物は増えるわで危ないからもうここでは採掘してない頃よ。まだ終わる？さよなら。おう。じゃあそこ向かえばいいんだな。なっ、そりゃ組長の大砲ロゴデバー絶対触っちゃダメ頃よ。触れって言われてるみたいな気分になるな。あっちまで向かわなきゃいけないんだけど、どう向かって、あーそういうことか。向かい方はやばい、今までの防具だけではダメージを受けてしまう。だってこれ飲んどこうか。危ない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 。ヒューヒュー、サクッと向かおう。いて、え、めっちゃ強くね。違うわ、防具が弱いんだ。よっしゃ。でここまで来て、あの上か。また祠があるっぽいな。ただね、時間もないからそんなここで遊んでらんないんですよね。とりあえず目の中に爆弾を入れといて、よし、まあここほっときましょう。今 HP ない、あのもう炎ガードがないから。でこっちいいのかな。誰かーってなんか聞こえる。これどうしたらいいんだろう。助けてーって聞こえる。これダメかな。あの大砲ぶっ放してみよっか。ダメかな。ぶっ放せないかな。オッケー。これむずいな。これ飛ばして飛ばして飛ばしてとかそういうこと？であれをこう壊さなきゃいけないっていう、そういうことかな。これが弾か。あ、違うか。あ、弾はこれか。ははは。あ、違う？おお。じゃ、いい角度でこれを放てばいいんだ。あと2分しかない。よし、これでいきます。せーの、えい、レバーを引いて、せーの、ドン。惜しい。もう一発。せーの、えい、いけ。おっしゃー、開いたー。すごい、なんか技使ってる。強そう。
あと1分、1分50秒、時間がない、時間がない。炎ガーダが、あの本当は装備層整えてこなきゃいけなかったんだけど、やばいやばい、急げ急げ。うん、なんかすごいいろいろあるな。よし、かわいい系だな、意外と。うわ、魔物ゴロ、誰か助けてゴロ。かわいい。ユンボーゴロンの若者、かわいいね。じゃあ宝箱マストロ、はい、ちょっと話しかける前に氷の矢、さらにルピー、やばいんだって、やばいんだって。あー、これ中あるかもしれないけど、ちょっと今は割愛。よし、うーん、よく見たらハイジリア人コロ、ひょっとして君が岩を壊してくれたコロ、どうもありがとうコロ。こんなところまで何しに来たの？ユンボーを探してた。あ、そうなんだ。組長に僕を探すよう頼まれたのかな？はあ、何にせよ助かった頃、僕がそのユン、みんなからはユンボーって言われてる頃、組長の痛み止めを取りに来たら、火山弾で岩が崩れて閉じ込められちゃってね。そういえば君、どうやって入り口の岩を壊したの？大砲で、組長の大砲を使った頃？あれ使うの難しすぎて組長以外使いこなせない頃よ。あ、おしゃべりしてる場合じゃない頃、早く痛みの目届けなきゃ。悪いけど僕も行く頃、後で組長のところに来て。あー、見えて組長は義理がたい頃よ、きっとお礼をくれる頃。じゃねー。行ってしまった。どうやって行くんだろう。うわ、いいなー、コロ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 行けて。じゃあ僕も一応、はい、よし、もうないよね、欲しいアイテムなくいいし。で、あと1分あるんですけど、この近くに祠あるっぽいんですよ。だからその祠まで、多分こっち側だと思うんですよね、この方角的に。こっからスルーって入れないかな。ここでしょ、どうせ。よっしゃー、いけちゃいましたー。まあこれ、あの印だけつけといて、まあ次回以降あのクリアすることにして、とりあえずちょっと物語進めていきましょう。ということで、さっきのねところまで一旦ワープします。じゃあ早速組長のところまで行くぞ。組長、組長、あれ？これ組長じゃないな。似たような顔がいっぱいだ。あ、組長いた。くしゃみが。すいません。おう、旅の人、ユンボーから聞いたぜ。あいつを助けてくれたんだってな。これは俺だ。ハイリア人には必要だろ。あ、燃えず薬やったー。さあ、痛みも飲み物飲んだし、そろそろユンボーのとこは行ってくら。ダルケル様には悪いが、ルーダにはぶっ飛ばさねえと。ダルケル様？あんたゴロンの英傑ダルケル様を知らねえのかい？あそこに石像が見えるだろう。あれこそがダルケル様よ。また記憶がもしや。お？この音楽は記憶が蘇るやつだ。どんな記憶なんだろう。蘇る。お？よーし、この真珠を操るコツ掴めてきたぜ。かっこいい。ゴロンの英傑としてこのダルケル様にも意地があるからな。おお。真珠の訓練で他の3人に遅れを取るわけにはいかねえ。俺はよ、ここから見る景色が好きなんだ。見ろよ、あの美しいゴツゴツしたうまそうな岩の尾根。うまそうって。厄災ガノンとやらがどんなやつかは知らねえけどよ、
俺は必ずこの景色を守ってみせるぜ。なあ、相棒。そういや、おめえを姫さんお月の騎士に選んだのはハイラル王だってな。じきじきの指名じゃねえか。頑張んな。まあ、あの姫さんはじーっと気合い入りすぎっつうか、余裕がねえっつうか、特におめえには。ん？なんだ？どうしたんだ？おお。おお。危なかったな。すげえ。しかしなんだ、ここ数十年デスマウンテンは静かだったのによ。へえ。しかも落石が起こるほど山が荒ぶるってことは、いや、まさかな。どういうことだ。でも今さ、ユンボーと同じ能力使ってたよね、あの効果っていうかバリアみたいなやつね。でよ、ユンボーはそのダルケル様の子孫ってわけよ。子孫だからか、ユンボーの野郎ダルケルさん、あ、ダルケルの守りも使いやがるしな。で、そのダルケルの守りで固くなったユンボーをルーダニアにぶつけて追っ払ってんだ。やつには普通の大砲の弾は効かねえからな。すごいことしてるよね。よーし、長話はここまでだ。そろそろルーダニアを追っ払いに行ってくるら。おー、いちちちちち、大丈夫？大丈夫じゃねえぜ、旅の人。いちちちちちち、これじゃ今日は下層にねえな。悪いがあんた、先に行ったユンボーに中止だと伝えてくれねえか。オルディン橋にいるはずだからよ。はい、ということでですね、記憶が蘇りましたね。はい、で、オルディン橋っていうのはどこなんだろう。ここですね。はい、オルディン橋で、まあ、ルーダニアとじゃない、また戦うのかわからないんですが、ちょっとね、さらに物語が進んできそうです。ここでね、今回は終わりたいと思います。というのも、動画外でやろうと思うんですけど、こういうね、装備さそな整えなきゃ結構やばそうなんで、まずはね、装備整えるとかいろいろやりたいと思います。はい、ということで今回も皆さんね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回はどうなんでしょうね、神獣と戦うっていうか、神獣の中に入れるのか、一体どうなるのか、まあね、楽しみなところではあるんですが、はい、ぜひ次回もよかったらご覧ください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。